暗い階段やな。ま、地下にある水路やから仕方ないのかもしれへんけど、どうやら昔の遺跡を改築した訓練場だったみたいですね。それにしてもさっきからちょっと暑いですね。地下の水道っていうから涼しいと思ってたんですけど。言われてみれば、それにさっきからまるで地鳴りみたいな音が響いてるんやけど。そろそろ階段も終わりそうですね。これは？やれやれ、こいつは熱いはずだ。どう考えても普通の状態やなさそうや。これも敵の仕掛けってわけか。ええ、そう考えるのが自然でしょう。慎重に進む必要がありそうですね。
美食ってやつだな。
行こうか。られないんだ。
す娘、我が元に引き連れよ。さすれば扉を開かん。Yeah!
シュってやつだな。これで一段落ですね。ああ、誰が閉じ込められてるかは言うまでもなさそうや。一旦拠点に戻るとしようか。気がしますけど。ならば仕方ない。ここは僕が添い寝をすることでさらなる桃源郷に彼女を誘って。そんなに寝たいなら当て身で気絶させてやろうか。ごめんなさい、口が滑りました。相変わらずだな。起きたようだな。お久しぶりです、アネラさん。その、おはようございます。いい夢見てたみたいやね。ティータちゃんとヨシア君とお姫様は当然として、ユリアさんやそこの女の子もいいかも。でもじいさんもクマさんみたいで意外と。ケビンさんのツンツン頭も海みたいで可愛いし。新作ぬいぐるみ大量ゲット。等身大のぬいぐるみと勘違いしてるみたいですね。どんな寝ぼけ方やね。残念だな。せっかく新しい子たちが仲間になったと思ったのに。アネラスさん、一通り事情を説明して最初の一言はそれかいな。分かってますって。あんまり実感はないけど、みんなが真剣なのは分かりました。何よりもティータちゃんの可愛さが現実であることを証明してますから。納得してもらえて何よりや。それでどうする？アネラスちゃんも協力してくれるか？ええ、もちろんです。こんな異常事態、遊撃士として見過ごせませんよ。それに聞けば
ブロックルの訓練場がおかしなことになっているとか、もしかしたら他の遊撃士の人も同じ目に遭ってるかもしれません。なるほど、あり得るな。他の遊撃士の人たちって？うん、いろいろと考えられるだろうね。いずれにしてもまだ最初の修練場や。新しい場所に行けるようになったみたいやし、準備をしたら行ってみるとしよう。ええ、そうですね。面白くなってきたじゃないか。